はいどうも、今回のテーマはこちらです。 CSS と jQuery で動く蛍光ペンマーカーを作る方法を簡単に解説していきたいなというふうに思います。今回やるのはですね、こういう内容ですね。動く蛍光ペンマーカーの作り方っていうことで、こうですね、ここがこう出るとシュ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 ね、シュ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 ンとね動いていくというですね、蛍光ペン風のマーカーを動かすということをねやっていきたいなというふうに思います。ではでは早速なんですけども、はい、今回もですねビジュアルスタジオコードというエディターですね、こちらのエディターを使って作っていきたいなと思います。でまずですね、何かフォルダをですね作ります。そうですね、マーカーっていうフォルダを作っておきたいと思います。でこのフォルダをビジュアルスタジオコードで開く。そしてですね、事前準備というか、まあ基本準備ということで HTML をですね作る。で CSS を作る。style.css。 そして JavaScript フォルダを作って、この JavaScript フォルダの中にダウンロードしておいた jQuery を入れる。まあさらにですね、main.js というですね、今から書いていく JavaScript フォルダを、ファイルを作る。ということで、HTML、CSS、JavaScript のファイルを用意して、ライブラリーとしてですね、jQuery を読み込んでいるというのが、今の状態です。で、これをインデック、ね、HTML 上に読み込むために、よいしょ。ね、HTML で、リンク、スタイルシート。で、ボディが終わる手前にですね、スクリプト src イコール js フォルダの中の jquery とですね、スクリプト src イコール js フォルダの中の main.js ということで、これで css と javascript の読み込みまでが完了します。じゃあ HTML の準備、CSS の準備、JavaScript の準備というか、まあ作っていこうと思うんですけども、まずヘッダー、まあ何にしましょうかね、動くマーカーにしましょうか。はい。でこの中がメイン、はい。まあ H2 があって、まあタイトルがあったとして P で文章を入れる場所ですよと。よというのをですね、まあ何回かに分けて繰り返しておこうと思います。はい。でここの一部、そうですね、ここの一部スタート地点、ここからここまでをにマーカーを引きたいなと思います。こうですね、このスパンがあるところにマーカーを引いていきたいなと思うので、このスパンにですね名前をつけておきます。クラス、名前をマーカーアニメーションにしておきましょうかね。マーカーアニメーション、はい、という名前のクラスをこの一部分ですね、ここにつけておきます。はい。じゃあこれで完成ですかね。まあフッターまで作っておきましょうか。はい、これで完成です。じゃあ続いてですね、 CSS に行きたいなというふうに思います。CSS に対して先ほどのここですね、マーカーアニメーション、このドットマーカーアニメーションに対してそうですね、バック、まあ、ディスプレイ、まずインライン、まあ、ディスプレイインラインはもともとインラインなのでいらないか。そうですね、はい。バックグラウンドイメージでライナーグラディエント、はい。で、to right、左から右へっていう意味ですね。で、ここに、transparent、50%。と、色ですね。何色にしましょうかね。まあ、まずは黄色で作りましょうかね。はい。FF6、黄色。で、これも 50%。透明と、黄色を 50% ずつというですね指定にしておきます。よいしょ。こうですね、バックグラウンドイメージで黄色と、ここですね、黄色と透明を 50% ずつという立ち位置にしておきます。
で、バックグラウンドは、リピートですね。バックグラウンドリピートはリピート X ということで、横方向だけリピートがね起こるようにしておきます。そしてバックグラウンドサイズね、バックグラウンドサイズを 200% の、そうですね 0.8M、はい、にしておきます。でバックグラウンドポジション、バックグラウンドポジションは0の 0.4M にしておきます。でここからトランジションをね行っていきます。まあ、トランジションまとめて書いてもいいんですけども、ちょっと分けて書きますね。トランジションプロパティオール、トランジションデュレーション、デュレーション2秒かけて動くね、トランジション、タイミングファンクション、イース、はい、動き方ですね、動き方、はい。で、まあこれぐらいかな、はい、これぐらいをしておきます。そうですね、これくらいです。で続いてですね、あの jQuery を使ってこれに、アクティブっていうクラスをつけたり外したりしようと思うんですけども、このマーカーアニメーションにアクティブがついた時に動きということで、バックグラウンドポジション、ポジションをマイナス 100% というふうにしておきます。で 0.4M、 はい、こうすることでアクティブがついた時にここからここにね動いていくという風なね動きが出来上がります。とりあえずこれで、動くと思いますので、まずはここまでにしときましょうか。はい、とりあえずちょっとシンプルに動かしたいなと思うので、まずはここまでにしておきます。で今度はこれを JS ですね、はい、HTML できた、CSS できたということで、次に JavaScript、 まああの jQuery ですね、 jQuery の設定をしていきたいなというふうに思います。はい、まずドルマークウィンドウに、スクロール、はい、でファンクションでカッコですね、はい、でドルマークカッコ、マーカーアニメーション、コピペで持ってきましょうかね、マーカーアニメーションこれですね、はい、このマーカーアニメーションの場所で、動かします。はい、でまずそうですね、定数をねちょっと指定します。コンストポジション、これよく使うやつなんですけどね、はい、イコールドルマークディス、このディスはこれですね、マーカーアニメーションこのディス、オフセットドットトップ、はい、ということで、ページの一番上からですね、こうこの要素、このマーカーアニメーションの要素までの位置ってことですね。ページの一番上から、まあ、このマーカーまでの位置を取得するっていうことですね、はい、それで取得したものをこのポジションというものに入れる、という定数に入れるという意味になります。じゃあ続いてコンストスクロールというね定数も作ります。でこの定数はよいしょ、ウィンドウドットスクロールトップカッコ OK、スクロールのね位置を取得するっていう意味ですね。スクロールの位置を取得して、このスクロールという定数に入れます。でコンスト、ウィンドウハイトイコールウィンドウのドットハイト、
OK。 はい、これでですね、ウィンドウの高さ、まあ、ウィンドウっていうのはブラウザのウィンドウですね、ブラウザの高さだと思ってもらったら分かりやすいと思うんですが、ウィンドウの高さで、これを元にウィンドウの高さをこのウィンドウハイトというですね、定数に入れておきます。で、この3つの定数を元に計算式を作っていくんですけども、まず if ですね、はい、スクロールが大きいときポジションよりなんですけども、ポジションよりというかポジションからあのウィンドウハイトを引いたときですね、はい、ポジションからウィンドウハイトを引いたときの高さがよりもスクロールの方が高さが大きいときという意味です。はい、つまりスクロールの位置が要素の位置を過ぎたときって意味になりますね。はい、その時に何するのかが今から書きところです。はい、その時に、this、 これですね、マーカーアニメーション、マーカーアニメーションに対して add class、 クラスをつけますよと、はい、なんていう名前のクラスですか、 active っていう名前のクラスをつけますよになります。はい、ということで、まあ書いてるのはここの2行だけですね、何かしらね。はい、スクロールっていうものが、スクロールの位置が要素の位置を過ぎたときにアクティブというクラスを、つけますよと。マーカーアニメーションがついてる要素に対してね、マーカーアニメーションがついてる要素に対してアクティブというクラスをつけますよ、はい、というふうに書いております。これだけで十分です、これだけ。はい、じゃあですね、これを動かしてみようかなと思います。この時点でね、サクッとね、今回動いてほしいですよね。はい、じゃあ見てみましょうか。なんか間違いは漏れはないかな。じゃあこれでですね、 JavaScript と JS が終わったんですけども、ちょっと漏れを探しますね。まあ、とりあえずこことここ入れてなかったので入れておきます。はい、これで大体完成ですかね。ちょっと間違ってたらすいませんが、とりあえずこれで完成だと思います。で、 CSS 見に行くと、 CSS がよいしょ、とりあえずヘッダーにこれ足しときましょうか。さっきちらっと足してたんですけど、ヘッダーに対して高さを 100VH ってことで、スクロールがねできるようにしときます。で、バックグラウンドイメージ、ここが思いっきり間違ってますね、なんかいろいろね。はい、バックグラウンドイメージのライナーグラディエントのトゥーライトので、ここトランスパレントだから間違ってますね。はい、カンマがなかったのと、ここの S が抜けてました。あとは大丈夫かな。はい、大丈夫だと思います。はい、じゃあこれで見ていきたいなというふうに思います。はい、よいしょ。では作ったものをこちらにバーンということで、ヘッダーを 100VH にしたのでスクロールが出てきます。スクロールするとここ黄色がね、はい、もう一回いきますね。スクロールすると黄色がススススススッと出てきます。はい、スクロールすると黄色がススススススッと出てきます。スクロールする旅ではないのでね、はい、スーッと出てきて完成するという形ができました。はい、まあ、これがまず基本の形ですね。これが基本アニメーションの基本になります。で、今度はこれをですね、汎用性が高いものにするために、アニメーションの種類を分けたいと思います。まずこの中に、そうですね、よいしょ、ドットマーカーのレッドっていうのを作ります。で、ドットマーカーのレッド、まあイエローですけどね、入れるのは。はい、これをちょっといくつか作りましょうか。レッ
ブルーグリーンでイエローにします。はい、これで4パターン作ったことになります。でここで消しましょうか。これいらないんで消します。はい、色の指定をこっち側でするってことですね。こっち側で、はい、赤は F6F でいいんじゃないですかね。 F6F、 はい、でブルーがブルーがですね 6FF で、グリーンが 6F6 とかなんですかね。はい、でイエローが FF6。 これで4色作りました。でですね、この HTML 側にはマーカーアニメーションと、もう一個色ですね、色の指定をします。マーカーのレッドって入れておきます。そうするとこれがこうですね。お、赤が動き始めました。はい、で続いてここにブルーがありましたね。はい、ということでマーカーブルーに変えてあげると、マーカーブルーですね、ブルーが動きます。ブルーが動きます、こうですね。はい、でグリーンですね、グリーン、まあはい、ということでマーカーグリーンを入れるとグリーンが動き始めますよね。ボーンと、はい、これでですね色分けができます。でもともとこの形ってね、こういう風に作っておくんですね。こういう風に作っておいて、使いたい場所に色を入れていくっていうスタイルですね。はい、でちょっとこれをね、どうしようかな、並べてみましょうか。セクションを作って、セクションの中にこの2つをちょっと入れてあげて、でこれごとコピーして4つね、マーカーレッド、マーカーブルー、マーカーグリーン、マーカーイエロー、はい、と入れておきます。これで見てみると全色ね、はい、全色こうタタタタタンタタタタタンと出てくるときにね、はい、スクロールされていく。これ場所もちろん変えれます。一番初めだけじゃなくて、例えばこの位置をここからねにしたければこうです。何かがおかしいですね。よし、こうですね、からここまでにしたいとすると、ちゃんとね位置が変わります。マーカーの、はい、でさらにさらにですね、よいしょ、まあこのままでもいいんですけども、さらにこれをちょっと複雑にしていくと、こうですね、名前忘れたぞ、ベンダープレフィックスだ、はい、ベンダープレフィックスで WebKit のライナーグラディエントでレフトでこれですね、はい、こういう風に入れてあげる。 IE 対応ってやつですね、はい、インターネットエクスプローラー対応と Firefox 対応ということで、バックグラウンドイメージの、まあ、一応念のため入れ方はやっときます。モジラの MOZ ですね、はい、でこれもレフト、ほとんど使い方というか書き方は変わんないです。でこうですね、こういうふうにベンダープレフィックスっていうのをね入れた形になると、こういう形になります。これをここにも、ここにも、ここにも、ここにも入れてあげるわけですよ。でまあちょっと色だけ元に変えてあげる。なんかここおかしいですね。はい、ここもなんかおかしいですね。
でこっちもそうです。色を変えてあげる、変えてあげる。ここもそうです。変えてあげる、変えてあげる。はい。でだんだん複雑になっていくんですよね。こうやってね、どんどん複雑になっていくんですけども、すごくシンプルな形はね、さっきちょっと手前にやったこのマーカーアニメーションとマーカーアクティブ、この2つだけで動くのがシンプルな形です。でそこからいろんな色作りたいなと思って、こういう風にね、分散していったと、分けていったということで、完成です。はい。ということで今回はこちらですね、CSS と JS で動く蛍光ペンマーカーを作る方法を簡単解説という内容をしました。はい。HTML は、特に今回 HTML は何もないです。スパンでこの名前を付けたところにマーカーが入るよっていうような作りだというふうに思っておいてください。で CSS はですね、マーカーアニメーションとマーカーアニメーションにアクティブがついた時と、この2つがあれば成り立ちます。ただね、一応こっちね、こっち分散したい時はこういうふうに書きます。で JavaScript はですね、これ結構よく使う形なんですけども、スクロールして見えた時ね、スクロールして要素が見えた時にアクティブっていうクラスをくっつけますよっていう風な書き方となっております。ということで今回はここまでにしたいと思います。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなというふうに思います。またですね、概要欄にも参考サイトや情報を載せていますので、こちらも併せてご覧ください。